距離にしておよそ1万1000キロ、14時間。アメリカの文化、経済、芸術の中心地、ニューヨーク。うわ、ハリウッドに次ぐ映画産業の街で、毎日のように至る所で映画やテレビ、CM などの撮影が行われています。そうなんだ。マンハッタンのオアシスと呼ばれるセントラルパークは、世界で最もロケが行われている公園と言われ、数多くの映画の舞台になっています。ここで撮影中の安住さんを、姿形は普通の人間で主人公にしか見えない特別な存在なのだとか。When I met her, I read the best, but I felt like she was what was in my head when I was writing it. ニューヨークの演劇学校で2年間演技を学んだ安住さん。演技力を認められてはいるものの、自分では納得のいかないこともあると言います。